シャタ農園のシャタ2号です。こちら見てください。不慣れながらですね、約1時間かけて6メーター掘りました。はい、かなりデコボコしてますが、まあ最初はですね、ちょっとあとは仕上げに手掘りするしかないのかなと思って、はい、思ってます。で、問題が発生しました。はい、それはですね、こちらの油圧ですね、のシリンダーっていうんですかね、一番そのこのシャベルをこのあれをガイガガガ動かす、ここがですね、多分ですね、シャタが負荷をかけすぎたせいなんですかね。油がタラタラ垂れてますね、ここ。はい。垂れてますんで、ここか。ちょっとですね、関東農機様に電話して、はい、ちょっといじらない。そのままにしといてくれってことで、急遽、別の作業をやることになってしまいました。はい。ユンボ様、申し訳ございません。いや、特になんかガカーンとかやったことはないんですよ。はい、普通にやってたんですけど、はい、ということで、素人がやると、ダメですね。てことでですね、今日はですね、はい、皆様に話しておかなければいけないことがあるんですけど、それはですね、新しく借りる予定、1月まで保留で2月から、まあ本契約をしようかなと思っていた470坪のガラスハウスなんですが、いろいろなことがありまして、4月までですね、今年の4月です。まあですね、私が借りれるかどうか、否かということがですね、わかりません。4月になるまで。はい。それはそれでまあ、いいんですが、まあ、焦ってやることでもないんで、ただ一つ問題が出てきてます。それはですね、ハウスの隣に今、作ってるパイプハウス。こちらをですね、要するに借りれる借りれないが、はっきりしないとですね、あれを倉庫にするか、あそこでキュウリを作るかっていうことがですね、決断できないんですよ。はい。本来私の予定であれば、もうぼちぼちですね、もう借りれるっていう前提で、倉庫にするんで、あの、白いですね、5年張りぐらいの、もっと10年、20年持つやつが本当はいいんですけど、そのフォロみたいなやつを被せちゃうと。2月になるとキュウリ定食がありますんで、それまでにやってしまおうと思ってたんですが、はい。ちょっとそちらは、ほっといた方が安全かなと。かつ、キュウリのためのですね、PO を貼るのもですね、貼っちゃってからですね、借りれるってなったら、無駄になってしまうんで、そこだけ、はい、問題が発生しております。まあ、ただほったらかすっていうだけですけど。ってことですね、はい。今日はこれからですね、今10時過ぎですけど、ユンボが使い物にならなくなってしまったんで、畑をゴミ取りしてですね、耕していきたいと思います。本日も皆さん頑張りましょう。皆さんがチャッピーディラルにハッピってますんで、頑張りましょう。最初はピーヨピーヨ、あっち向いて、ファイッ。はい。ユンボの大外気が早く来てほしいものですね。でもですね、私あの1時間使ってたらもう右手右足思うように動きますね。9割型あの上押したら右っていうのも慣れてきましたね。下押したら左、はい、右は結構勢いよくふわっていきますけど、左でこう壁に近づけるときはちょってやる感じで、あとこれですね、下ろしながらぐわっとやるこの感じ、慣れましたね。気持ちがいいですね。はい。あとはこう、アームを前に置いて、グググググってバックして引っ張っていく感じ。最高ですね。皆さんもユンボ使いになったらいいんじゃないですかね。あとですね、僕、フォークも使いたいんですよ。フォーク使えないんで。はい。ということで、頑張っていきましょう。申し訳ございませんでした。